あのね、文章は人を表しますっていうブログ記事を上げたのを覚えてますか、最近なんですけども。でこの中でとにかく短い文章の中で自分が自分が自分を自分が自分が自分を自分で自分がと繰り返してる文章を見つけられたわけですね。で私はその自分という字を赤字に変えてみたんですね。そうするとおびただしい数の自分が短い文章の中で出てくる。これじゃあね、僕は受け入れられないよと思ったんです。社会そんなに自己主張ばっかり強くて自己中心的なことでは人が話を聞いてくれませんよ。でしかも最後に近い将来にこれからの仕事の目標とその成果を発表させてもらいますとか誰も聞いてないよなよいいよもう邪魔だから我々の知らないところで発表してくれ。これね、こういう人がすごく増えてる。残念ながら独立党の中にもね、少なからずいらっしゃるわけです。困るんです。そういう人に繁殖してもらっては。自己主張ばかりの人は共感を得られない、話を聞いてもらえない。人の話を聞こう。他人を批判し質問を突きつける前にやることがあるでしょう。つまりね、僕はこれ前々からね思ってることなんですね。自分に原因があることを自覚する、他人に責任転嫁しない、自分の非をごまかすのではなく素直に認めて反省する、これこそが全ての再出発点なんです。ここがクリアできるかできないかで将来が全然変わってきてしまうんです。本当にね、簡単なことなんです。ここだけでいいんです。素直に認めて反省する、これができる人間とできない人間、できる人間には未来がある、できない人間は堂々巡り、いつまでたってもそのしがらみから抜けることができない、くる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 回ってるだけ、檻の中のリスみたいなもんです。前に進まない、一生懸命漕いでもくる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 回ってるだけ。何でもかんでも人のせいにする限り誰もあなたを受け入れてはくれません。誰もあなたと親身に付き合ってはくれません。人がどんどんあなたから離れていってあなたは孤立します。仕事だってうまくいくわけがない、尊敬も尊重もされない。相手の立場を考えられる人だけが相手から受け入れられる。自分を見つめ直し、問題の原因が自分にあることを自覚して初めて人生が開ける。人様がせいにしている限りは人生は一歩も先に進まない、堂々巡りの陰気な人生しか待っていない、人生の無駄遣いである、ね、自己主張することが全てダメとは言いません。過剰に自意識が強い人は受け入れられない。そしてこういうこと、いくら他人を批判し中傷しても本人は進歩しないんです。自分を冷静に評価できる人が進歩するんです。そしてこれ、もうこの辺になると格言だね、これね。まあ、あの将来の道徳の教科書、今道徳って科目あるかどうか知らないんだけども、あるとしたらね、これ載せてほしいですね。人生は一度しかない。やり直しは効かない。過ちに気づいたら即座に軌道修正すればいい。まだ間に合う。多分これ、あの今日あたりリチャード・コシミズ名言ボットに載るんでしょうね。本当に僕はそう思うんです。そしてこのね、即座に軌道修正、これができない人が多すぎる。プライドが高すぎる。プライドなんかいくら高くたってそんなもん何にもならない。劣等感を隠しながら人の目、人の評価を気にして生きるな。自分を飾るな。心を開け、心を開いて友と語り合い。この辺は うさぎの歌そっくりですね、言ってることがね。心情を通しろ、涙を流して自分をさらけ出せ。あなたの人生はそれで開ける。みんなが笑顔で迎えてくれる。あなたの人生は大転換し、微笑みにあふれた楽しい時間が訪れる。人生を無駄にしないでくれ。これが僕からの強い強いメッセージです。で、そういう中で特に言いたいのは、集団ストーカー被害者と自称する皆さんにお願いしたい。結構いるんです。で、僕のところにもそういうメールが来たりするんです。私は毎日付きまとわれてますと。で、ストーカーがいろいろとストーカー行為してきますというメールを、毎日何通か受けております。
一切、回答しません。私の経験では集団ストーカー被害者の方は皆さんご病気です。断言します、ご病気です。何度も言います、ご病気です。誰それが嫌がらせをしている、電磁波攻撃を仕掛けてくる創価の小学生が私の悪口を言って通り過ぎた。ほのめかし攻撃をされている。安倍首相に集団ストーカー被害対処を要請したと、そういう要望書を提出した。そのくらい、これは公になっている、実在する犯罪であるというふうに主張する人たちいるんです。全部責任転嫁なんですね。自分は病気じゃないと思いたいばかりの自己中、自意識過剰、私は、俺は、自分は、自己弁護に過ぎないんです。で、こういう、ストーカー被害を唱える人たちは決して自分には触れないんです。自分の非については一切言及しません。誰それが悪い、創価が悪い、それしか言わない。自分以外が悪い。そしてこう言います。私が一歩家を出ると飛行船が空に浮かんでいて私を監視している。これね、真面目にそう思ってるんです。飛行船がわざわざ彼や彼女一人のために配置されて、待ち受けてる。彼が家を一歩出るのを待ち受けて上空で浮いてる。そう考えるのは異常であるとね、判断できないんです。これを聞いた普通の人は笑うでしょ。そんなことあるわけないだろう。でね、もうひどい例になると、私が一歩家を出ると目の前の家に、創価学会のポスターが貼ってある。それ貼ってあるでしょ。私が一歩歩き出すと、ライトバンが止まってる。それ止まってるな。で、街角のその角を曲がると自転車が追いかけてくる。普通走ってるだろう、自転車は。こうなっちゃうんです。実例をお見せしましょうか。これはね、集団ストーカー被害者の会の方の街頭演説。新宿駅西口ご通行の皆さん、こんにちは。ただいま組織的嫌がらせ犯罪、集団ストーカー被害を訴える外線注視活動をしている被害者注視一人であります。私たちは、政治団体、宗教団体と何ら関わらない一般の市民であります。この集団ストーカー、もうこれインターネットで有名になりました集団ストーカーはですね、日本国民の 95% に嫌われている、カルト団体、世界7カ国から、カルト指定されている、組織的、嫌がらせ犯罪のこれ、犯人はですね、新宿区に拠点する創価学会、創価学会の信者がこの集団創価、この集団創価をやってるのが創価学会の信者であります。こんな風に創価学会が集団ストーカーをやってると主張してるんですが、その確かにね、創価学会はろくなもんじゃないですよ。だけどね、なんでこんな普通の人にそんな集団ストーカーを創価がやるわけ、なんかメリットがあるんです。普通ね、そういう組織ってのはメリットのないことやらないんです。で、あなたを集団ストーカーすると創価学会にどういうメリットがあるんですかって聞くと、いや、メリットがなくてもやるんだ。なんでって言うと、いや、やるんだ。そう言い張るわけ。そういう連中なんだ。で、私が常日頃創価学会を批判していながら、この部分だけでは、ね、創価の集団ストーカーなんかないんだよと言うんで、そうするとリチャード・コシミさんが裏切ったってなっちゃうわけ。ちょっと待ってくださいよ。もしね、この集団ストーカー、創価の集団ストーカーっていうのを私が認めた瞬間に、皆さんもう明日から絶対僕の声来なくなるんじゃない。そんなことあるわけないんだから、ね、まともに物事判断できる人間はこんなことは、頭の中の妄想であるというふうに
分かるわけ。だからそういう人たちはもし私がそんな集団ストーカーを認めたらば逆にリチャード・ゴスミス気が狂ったのかと思ってこの講演会満杯の人たちは去っていくと思うね。ところがこの人たちねもうね常にそういうことに怯えてるわけ。街に出れば誰かに見られている。で3人連れの小学生が自分の目の前を歩きながら私自分のその人のことを愚弄していった。それなんだアンカーリングだとか、なんかいろんなね新しい言葉をね彼らは開発するわけ。電磁波攻撃っていうのもなんか何種類もあるらしくってで、ね、覚えられないの専門用語 でそういうものを彼らはね共有してるわけね。で昨日その電磁波攻撃の何番をやられたとかそれから、ね、ほのめかし攻撃っていうのもあるらしい。よくわかんないんだけど要するに通り過ぎるときにニヤッと笑ったとかそれはさ通り過ぎるときにさたまたまな昨日会った女の子のこと思い出してニヤッと笑ったりするじゃない岩井君そうだろそういうのはねほのめかし攻撃になっちゃう。もうねそういう人たちはとにかく、ね、こういうこと自己中なの。全て他人が悪いで自分をのことはね絶対に認めないわけ。自分に非があるってことを絶対に認めない。そこに全ての問題の根源があると僕は思うんです。もちろんねご病気でしょう。うつ病とか、ね、統合失調症とかいろんな病気がある。その病気の原因というのはいろいろある。生活習慣、それから例えば食品添加物の摂りすぎとか食べるものが偏っているとか家庭環境トラウマいろいろ、それから遺伝もあると思う、ね、いろんな原因が複合して病気を抱えてしまう。それは分かるんだけども、でだからといって放置はできないというのはね、今もううつ病が1000万人もいると、まあ、いわゆる予備軍を含めて1000万人もいるってわけ。これ大変な問題だよ。もしこの1000万人が本当に発病したらどうなっちゃうの。この国終わりだよ。10人に1人が使い物にならなかったらどうなんですかこの国。だから困るわけ。僕は何とかしてこういう人たちを正常に戻したいわけで、戻すには、まあ、薬物療法云々いろいろあるだろうけど結局戻ってないじゃない。どんどん増えるばっかりじゃない病人は。これ何とかしようね、素人ながら考えたわけ。どうしたらいいのか発想の転換。自分は病気であると分かったらば、今まで外向きにこう出していたトゲトゲしい電波、これが自分に戻ってくる。で自分が悪いと分かって自分の中に問題があると自覚すれば、その瞬間から彼や彼女は解放へ向かうと思う。ああ私は病気なんだって認識すれば、じゃあどうしたらこの病気から逃れられるだろうって考えて行動すると思う。ところがそれができないうちはあいつが悪いんだ俺が悪いんだ。よくね池袋のね地下の西口と東口を結ぶこう広いこう地下道があるんだけども、そこでね前と後ろにね看板をこうかけて歩いてるのがいる。そうか電磁波犯罪とかね、これをやってる限りは彼は決していい方にはいかない。堂々巡りいつまでもその地下道を行ったり来たり行ったり来たり、それが彼の人生。何にも生産できない。親御さん家族みんな苦しんでると思う。そこから抜け出るにはどうしたらいいか。彼が自分が心の病気であることを自覚すること。それって僕そんなに難しいことじゃないと思う。とても大きな痛手を受けたらば人間ってそういったきっかけを掴んで変えられると思うんです。